イコールジジ、米大リーグ機構は4日、サンディエゴパドレス。サンディエゴパドレスのトゥクピタ・マルカーノ、タキューピタ・マルカーノ内野手に野球賭博への関与で永久追放の処分を科したと発表した。現役選手が永久追放になるのはニューヨークジャイアンツ、ニューヨークジャイアンツのジミー・オコネル、ジミー・オカナルが追放された1924年以来となる。現在24歳のマルカーノは大リーグの賭博に関する規則と方針への違反で永久に資格を失うことになった。大リーグ機構によれば、ピッツバーグパイレーツでプレーしていた2022年から2023年にかけて387回の野球賭博を行い、そのうち231回は合法の賭博を通じての試合で賭けを行っていた。合計で15万ドル、約2330万円以上をかけ、関連のベットは8万7319ドル、約1356万円だったという。また機構は、マルカーノは自身がベットを行った試合には出場していなかったと発表。マルカーノがかけていた試合の結果が何らかの形で汚され、影響を受け、操作されていたことを示唆する証拠はなく、マルカーノも否定していると述べた。同日には、オークランドアスレチックスのマイケル・ケリー、マイケル・ケリー投手とマイナーリーグの選手3人が、野球賭博への関与で1年間の出場停止処分を受けた。現在アスレチックスに所属する31歳のケリーは、ヒューストンアストロズ傘下のマイナーチームでプレーしていた2021年に大リーグの試合に10回ベットし、合計 99.22 ドル、約1万5000円をかけたという。翻訳編集アフップブニュース関連記事。